はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回はね、普通の実況動画ではなく、COD の新作についてね、ちょっとしたね、情報があったので、今回はまあ、ニュースっぽく、話したいなと思います。今年発売される COD は、モダンシリーズ、ゴースト IW を手掛けたインフィニティワードから発売されますね。そのインフィニティワードから発売される COD が、モダンウォーフェア4で確定だみたいな記事が海外でちょっとね、出回ってたので、まあ、それについてね、一緒に見ていこうかなと思います。で、問題の記事がこちらなんですけど、このサイトはチャーリーインテルっていう COD 界で一番まあポピュラーなニュースサイト。もう本当全世界で一番ポピュラーなニュースサイトです。本当に COD に関しての情報は一番ここが早いので、まあ Twitter アカウントね、あるのでぜひフォローしておくといいと思います。僕はね、通知もオンにしてます。ざっとね、上からね、読んでいこうかなと思います。今週アメリカのテネシー州ナッシュビルでいいのかな?で開催されたコールオブデューティ2019年のイベントで、なんかフットボール選手を呼んで、まあ、新作の COD をね、プレイするっていう、まあ、イベントがあったみたいです。で、そのイベントをユーロゲーマーっていうところが、まあ、いち早くね、記事にしたと。そのイベントで新しい COD をプレイした人たちは、まあ、インスタグラムとかね、新作の COD やってきたぜってね、いくつかね、画像をね、上げてたんですけど、まあ、もちろんね、ゲームに関する具体的な情報はありませんでしたと。で、そのユーロゲーマーの記事の、まあ、言い回しがちょっとね、変だったと。で、その問題の記事の各段落の最初の単語だけをつなげると、モダンウォーフェアと読み取れるっていうんですよ。で、ね、実際の記事はこんな感じで、こんな感じで各段落の最初の文字だけこう上から読んでいくと、モダンウォーフェアをっていう。いやー、ちょっと僕これ笑っちゃったんだけど最初。皆さんもね、馬鹿げてるだろうって思うかもしれないんですけど、このユーロゲーマーっていうところが、まあ業界ではかなりね、まあ、しっかりした情報を提供してるサイトらしくて、長年 COD の最新の情報も結構ね、的確に当ててるらしいんですよ。ということなので、結構ね、話題になってるみたいです。いや、でも皆さんこれ、どう思いますか?偶然、いや、偶然なのか、いや、どうなのか、わざとっぽいような気もしますけどね。逆にこれ偶然だったらなかなかすごいとは思いますよね。あんまりね、嘘を言うところじゃないと思うんですよ。最近、まあ、YouTube とかで、まあ、海外の普通の投稿者とかがいろいろモダン4についてね、モダン4はこういう風になるぞみたいな、今までの COD が帰ってくるみたいな動画とか記事をね、たくさん出してるんですけど、ほとんどがね、もちろん嘘ですよね。噂じゃなくてガチで嘘です。本当に適当に外人の人たちって作って記事にして話題を集めようとするんで、大体がね、もう嘘なんですけど、今回のこの記事はどうなんでしょうかね。で、今のところ確定なのはキャンペーンが戻ってくることと、まあ広いマップがあるって言ってましたね。まあ広いマップは全部じゃないと思うんで、まあ一部広いマップがあるみたいな感じだとは思うんですけど、記事の最後には、まあ明らかにされる時期はね、まだ発表されてないけど、まあただ待つばかりだみたいな感じで終わってるんですけど、海外のある人が COD の発表時期について今までの発表された時期をいろいろ計算したところ、5月2日までには、発表される確率が高いみたいです。で、5月2日以降発表されると、今までの COD で一番発表が遅いらしくて。だから本当にもうそろそろですね。まあ、僕もね、COD の新作発表すごく楽しみなんですけど、まだ信用できないかな。っていうのも最近 BO4 の発表されたイベントをもう一回ね、見返してみたんですけど、全然ね、正直嘘ばっかだなって思って。かなりね、やっぱ、海外の人ってね、話を盛るというか、盛りすぎて、もはや嘘をね、めちゃくちゃ平気で言うんで、最初の発表に関しては、あんま信用できないかなって感じですね。まあ皆さんもね、ぜひ次の COD どんなことを期待してるかコメント欄にぜひ書いてくれると嬉しいです。ここでちょっとした小話なんですけど、今年ね、COD を手掛けるインフィニティワード、まあ、コット4モダン2って、作ってきて、モダン2の時に一気に社員がね、辞めてったんですよね。いろいろなんか給料未払い問題とかそういう結構大人の難しい問題があって、スタッフがかなり辞めていってしまって、その辞めていったスタッフが、ある会社をまた別で立ち上げたんですね。まあ、リスポーンっていう会社なんですけども、この時点で結構聞いたことある人いるかもしれないんですけど、そのリスポーンっていう会社はタイタンフォールを作ったんですよ。で、そして今、エイペックスレジェンズを作ってる会社なんですよね。だから、エイペックスの開発者陣って元ね、COD スタッフなんですよね。
これ知ってる人いたかな、結構生放送でエイペックスやってる時 COD なんか似てるとか、それ結構そういうコメントあったんで、なんか実はね COD スタッフでしたっていうね元。はい、というわけで今日はこんな感じで COD の実況動画ではなく COD のまあニュース動画みたいな感じにしてみました。どうだったでしょうか。こういう情報ね知らなかったんで面白かったですって思ってくれたらね、またやろうかなと思うのでよろしくお願いします。はい、というわけでまあ一緒にね COD の発表ひたすらに待ちましょう。もうすぐだと思うので、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it